久保さんあの今回あ,のあれですね僕あの新車で買ってないので中古です BM のただあの正規ディーラーですね正規ディーラーですで実はですねあのほかにもありまして <laughs> あの親父プレゼンあの親父にね、あね去年プレゼントしたんですけど BM をで車検出してでそれもね実はあの整備士 たぶん多分まあスマホかなんかで撮ってると思うんですけどあのタイヤのなんぼですとでなんぼですなんぼですみたいなこうこう異常ありません異常ありませんと下回り大丈夫ですみたいなあのあれですよあの多分メカニックさんなんですけど <laughs> でそれも送られてきたんですよ実は。 で、それもまあ、たその、多分同じシステムつ使ってると思うんですよ。ページ一緒なんで。た多分あのー、ここ最近じゃないですか。おそらく。うん、ここ、ここ最近だと思われます。うん。なんかすごいなと思いましたね。うん。だからまあ、 なんかやっぱリモートになってっていうところですよねやっぱお客さんがその来店できなくなった昔に比べると来店しなくても現状こう伝えていくっていうところですごいですよねうんやっぱまあそういう会社やってんだからまあやんないとダメですねうんだやっぱねなんだろうなあのテクノロジーは進んだんだけども結局 そのテクノロジーが進んだとしても結局その人と人は変わらないのでうんどう心をつかんでいくかっていうところが大事かなと思いますね結局そういうテクノロジーを使ったとしても結局ハートをつかんでいくっていうところですねそこがめちゃくちゃ大事だと思いますねただいい製品作ってればいいよっていうのじゃちょっと無理じゃないかなと思いますね まあいい製品作っとけばっていうらまあ Mac ぐらいになったら分かんないですなかなアップルまで行ったらね、あれですけども、うん、そう。<laughs> うん、だからその時代が変わっても変わらないものですね。それはやっぱ心をつかむ何かですよね。うん、だからそれはやっぱ、うん。 ビジネスのやっぱ基本だしそこはブレちゃいけないなと思いますし、まあ、これからも僕も続けていきます。いってらっしゃい